雨降りたんで、ちょっと明日来られるよ。はい、大丈夫ですよ。はい、そこにいる。はい、あ、こっち近づいてきた。まずいかな。そこにいる。多分僕出てきますよ。あ、目があった。ほら、そこに。ちっちゃいね。ちっちゃいっすね。あ、木戸出てくる。木戸来るっすよ。怖い。怖いね。あ、今そこの木に。もうちょっと休憩しても平気かな。あ、行きます？はい。あ、木に登った。うん、やっぱこっちの状況はもう分かってるな、あっちは。結構でかいな。やばいやばいやばい。いやー、これお客さん平気かな。今日は人少ないからね、平気だとは思うけど。さっきあそこで俺たち休憩してたからね、タイミング、まあ近づいてこねえか。木戸歩ってきてるわ。さっきのところは、あの天満湿原っていう水芭蕉がたくさん咲くポイントなんだけど、まあそこにクマがいたのは水芭蕉を食べてるからなんだけど、今歩いてるここ山の花の手前ですね。ここはあの水ならの木がたくさんある、あのどんぐりの木がたくさんある、もう熊のレストランっていうところですね。秋になると、まあどんぐりがこの木とかが実になるんだけど、実がなったらあの熊が結構どんぐりの実を食べに
ここに来ます。だからそろそろね、実がなればクマっていうのが、まあ、こういうところで木に登って見られるかなっていうポイントでもあります。まあ、あとは尾瀬ヶ原の方に行っちゃえばね、もう水場所だね、食べてるのは。まあ、そういうやっぱり食べ物があるところにクマっていうのはいるから、今の時期はね、そういうところをまあ注意しながら歩くと分かってればね、ここら辺にはクマが出やすいんだなとかっていうのが分かってると、一応心の準備としては平気かなって思います。葉っぱ落っこってないかな、葉っぱが落っこってれば分かりやすい。ミズナラの木、まあ、これ全部ねミズナラなんだけどね、これがミズナラ。この葉っぱがミズナラです。10月とかになるとね、マイタケとかキノコが生えるんだけど、その木もミズナラです。だからよくね、秋キノコ取りに行った人がね、クマにやられたとかっていうニュースとか聞くんだけど、それはねそういうこと。ミズナラの木の下あたりにマイタケというのがなるんだけど、マイタケがなってね取り行くんだけど、やっぱその木はどんぐりの木だからクマがねいるっていうことが多い。このでかいね、この木もミズナラ、どんぐりの木、葉っぱがこういう感じ。ほんとこの森は一面ミズナラの森です。これからクマの出没は多くなってきます。今日の尾瀬ヶ原はなんか天気予報は雨予報だったんだけど、でも雨降らないね。まあ午後になったら降るのかな、わかんないけど、今日はどっちにしろ多分帰るまでの間で多分雨は降ってくると思うから、濡れちゃうかな。今日はなんだっけ、そうそう、クマ、今日はクマのことをねいろいろと話しながら歩いていこうかなと思ってます。さっきね天満湿原にねクマがいて、でまあ時はちょっとね自分もビビってたから、カメラワークがちょっとイマイチだったのが残念だったんだけど、まあでもね怖いからしょうがない。でその後にね水奈良の森、熊のレストランのところでね水奈良の話をしたんだけど、今年はね水奈良の木のねどんぐりとかではなくてね、ブナの実だったわ。ブナの実を今年は食べに来るクマが多分たくさんいるって予想してます。でこれも今年の春健三と志仏山の方で、ジャンプ台作ってスノーボードで遊んでたんだけど、その時にね今年の志仏山に関しては結構ね板が走らない、スノーボードがこう滑りにくいような感じの雪だったんだよね。でなんだろうなこれと思ってスノーボードのソールをねこうスクレーパーで削って、でどんなゴミがついてるのかって見たらね、黒いねヘドロみたいな感じ
ベッド降りしてて、そういうのがやっぱりついてたから、あーこれは滑んないわって思って、今年はワックスはあんまりかけずにあのスノーボードやってたんだけど、で、まあ、そのべっとりしたのが何なのかっていうのがやっぱ分かんなかったんだけど、まあいろんな山仲間だったり、あのその情報とかをいろいろねこう交換している上で分かったのが、あのブナの花粉が雪に落っこちて、でそれをその上をね俺たちが滑るから、まあそのブナの花粉があったから板が滑んなかったっていう話、説が結構なんか最有力かな。まあ、それでまあ今年ブナの実がどれだけなんだろうなと思って、まあ花粉がすごかったから、その花粉っていうのも5年に一度くらいのスパンでそういう風にね花粉が出るらしいんだけど、まあそれが今年の4月とかがたまたまねその5年に1回だったっぽいんだけど、そう、そういうのがあったから今年はブナの実がたくさんなるんじゃないかなって一応予想していて、で今秋になって、でビジターセンターの人たちともいろいろ話したんだけど、やっぱり今年はブナの実がいい感じでなりそうですねなんて話してたから、なんかその春のブナの花粉の話とまた結構リンクするなって思ってて、でクマはやっぱ頭良くて、あの今年の木の実のなり具合、量によってあの子供を何匹産むかとかっていうのもね調整してるらしいんだよね。で今年一応クマの目撃っていうのはね結構していて、まあでも新しいクマが、まあね、毎回来てるかって言ったらそうじゃなくて、やっぱりもともとそこの付近に分布しているクマが何度も目撃されているっていうことだから、俺が知ってる中ではあの3家族かな、俺がこう歩いてる中で確認できているのは3家族、2家族だな。まずはなんかあの親がいて子供2頭を連れての3頭グルでいて、でそのうちの1頭があの親離れしてっていうので、あともう1家族いて、2家族だね、大勢にいるなとは思ってたけど、まあ、今年水ならのどんぐりの実がなりが悪そうだったなと思って、だからさっきの説明でね、あのここはあのどんぐりの森で熊のレストランですって言ったけど、今年はあのレストランはあんまりいい状態ではないかもしれない。それよりもあのブナの実の方が熊にとっては今年はあのごちそうってことで、まあ、牛首のポイントあたりにブナの木がたくさんあるから、そっちにねクマが流れるんじゃないかなって秋は一応思ってます。まあ、俺が19歳の時に山小屋でアルバイトやってる時に、まあ夕方5時くらいで、で散歩を尾瀬ヶ原でしている時に、俺はクマ4頭と木道と木道でもう挟まれて、でもうあこれは死ぬわって思った瞬間があったんだけど、まあそういう経験をしたりとか、あとはミツバチ飼ってて蜂蜜を狙いに来るクマとか、そいつらをねこう追っかけたりとか、まあそういうことをやってきたりとかしたから、クマのことをね喋れることは喋れるけど、でもやっぱその時によって対応は変わるかなと、状況だったりでね。でも本当あの自分がね
慌てることなく、あの自然体でいればね、クマだってね何もしてこないから、まあ、そういうことはちゃんと伝えたいかなとは思います。まあ、コメントとかで、あの北海道だったらこの動画はアウトですとか言われてるけど、ここ北海道じゃないし、もちろん北海道じゃないから、本州この関東にはね、熊といえばツキノワグマくらいしかいないから、こういうね、なんか熊について喋ったりとか、熊のことをお動画で撮影してね載せるとかっていうのが、まあ、ここだからできるっていう感じですかね。まあ、熊のこととかもね、多分五十嵐さんもねいろいろ喋りたいと思うから、今度ちょっと熊のことをね、ちょっと五十嵐さんとまたいろいろと雑談できればなとは思ってます。まあ、今日は熊の話をちょっとしてみました。今日も気持ちいいっす。で、このリーダーの熊鈴、まあ熊鈴もここに、私はここにいますよってことを知らせてる意味での鈴だから、これ熊に効果にもあるし、あとは小動物とか他の動物にもね、効果があると思います。ここに自分がいるよっていう意味で、まあそのね音をね気にしないやつらもいるからね、熊鈴が効果があるかどうかって言われたら、なんだろうな、クマが避けるとかっていう意味ではそんなに効果はないとは思います。でもつけてね、チャリンチャリン鳴らせばね、ここに私はいますよっていうアピールにはなるから、そういう意味では全然いいと思うなって。まあチャリンチャリンね、俺はうるさいからずっと鳴らないようにしてるんだけど、お、おばさん来た。もう僕は今日は看板です。今日は頑張んない。いや、違う、看板です。あ、今日看板もう出し尽くしちゃいました。疲れたです。いや、疲れましたね、ちょっと。これ、この重量でまさかこんなにやられると思わなかったです。なんでですかね。疲れてるんですよ、やっぱり。え、やっぱ疲れてるんですよ。やっぱ疲れてるんですかね。はい、あ、休みましょう。うん、10日間、10日間とりあえず、とりあえず10日間休みましょう。戻んなくなる。いや、マジ体戻んないっすよ。このリュウグウの森でもね、そこに水場所がいっぱい咲いてるんだけど、大場さんと喋りながら帰ってたらね、そこにいてクマがいて、で、俺たち気づかずに、ね、普通に喋りながら歩いてたら、お客さんがボッカさんたち横にクマいますよみたいな感じでびっくりしてて、で、え、本当っすかみたいな、あ、本当にいたわみたいな感じの会話もしたことありますね。うわ、なんかクマの話してたらクマ食いたくなってきたな。クマの肉結構好きで、まあクマはね油がすごいから結構食べ過ぎちゃうとお腹壊したりとかもするんだけど、俺はなんかクマの普通の肉が結構好きで、でも一家に一頭あれば全然1年間持つね。うちに今鹿とクマいるけど、やべえね、食べきんないよみたいな感じ。鹿とかクマとかイノシシとかはほんと1年間でもう1頭だけでいいです。一家族に1頭でお願いします。今日帰ったらクマ食うかな。クマのね心臓とかも美味しいし、うん、まあ、ちゃんとね、動物を殺めて食べるときはもう綺麗に食べるっていうのが結構俺の流儀で、皮はね、毛皮として使えるし、鹿の角なんかね、うちは一応オブジェとして自分のスノーボードの倉庫にかっこよくシルバーのスプレーとか使
つけてあのオブジェにしました。で角だって残ってるし、あと熊の爪のねネックレスとかも持ってるし、あとねこれずっとそうなんだけど、わかるかな俺の腕のこの傷。この傷はねあのイノシシとやり合った時にあのやっちゃった傷で、そのイノシシのね肉もね全部食べたし、そいつの牙はあのネックレスにしてお守りにして今でもねあのネックレスつけてます。まあ、この傷とその牙っていうのはね結構思い出の証かな。まあ今日実は俺とおばさんあの35キロずつの荷物で、まあ俺は体今筋肉痛絶賛バキバキ中なんで、まあちょうどいいかなって思って、でおばさんもやっぱりずっと疲れてるから今日はね35キロでとりあえずガス抜きっていう感じかな。おばさんほんと休まないからすごいよな体力。まあ多分これからクマもね動物たちもねもっともっと撮影できるかなとは思っているので、9月、まあ、動物に関するね尾瀬もね楽しみにしていてほしいかなと思います。今日も一日お疲れ様でした。あと10分で俺とおばさんは荷物到着するかな。